はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続き始めていきましょう。戦国時代を再び、戦国無双4ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。約ですね、4年ぐらい実況等々させていただいておりますがね、病気でね、ちょっと半年ほどプレイできない時期がございました。ただ、ありがたいことにチャンネル登録していただける方増えておりまして、現在2023年の5月の中旬でございますが、もうすぐ末に、差し掛かる頃ですかね。240名ほど登録していただいております。ありがとうございます。この動画、ポッドキャストにするかどうかちょっとまだ決めておりませんが、ゲーム実況として投稿される場合は、2024年の11月のね、中旬に、放送される予定になっておりますが、その頃にはですね、1000名、1万名、10万名、100万名とですね、たくさんの方にご愛顧いただけることを、していただけることをですね、想像しながらプレイしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひですね、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。Hello everyone, my name is Terio, I am a gamer, I've posted a lot of videos so far, I have been playing live for about 3 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということでですね、今回プレイさせていただくのは、まあ、戦国無双4なんですが、まあ、昨日ね、まあ、ちょっと時間があったのでですね、まあ、ポーションパーミットもね、収録したんですけど、まあ、それ以外にもね、読書もね、昨日はやしました。まあ、国取物語のね、第3巻また読ませていただきまして、やっぱりね、国取物語はね、読み始めるとね、面白くてですね、読んじゃいますね。文章自体がですね、まあ、難しい単語も使ってあるんですけど、やっぱりね、読者をね、引き込むね、表現がね、司馬さんの文章はね、非常にうまいなというふうに思いますね。堅苦しい部分もありつつ、かつ、感情に訴えてくる部分もあるというですね、非常にね、読みやすい文章をね、司馬さんはね、書かれるなというふうに思いますね。主人公がですね、一応ね、三冠になってからね、変わってるんですね、織田信長にね。でも、斎藤道三もね、まだ主人公なので、ダブル主人公みたいな感じでね、描かれてるんですよ。これがね、すごい不思議な、やり方で、結構ね、一人称視点、三人称視点とかね、小説っていろいろあると思うんですけど、ダブル主人公視点ってなかなかね、ないかなっていう気もするんですよね。だから、まあ、司馬さん自体も書くの難しかったんじゃないかなと思うんですよね。それぞれに主人公の、立場でですね、描かれているという感じで、書いてあってですね。まあ、信長の立場で書いてあるシーンと、斎藤道三の立場で書いてあるシーンがあるという状況でございました。まあ、場面としてはですね、第3巻の 30% ぐらい今読んでるんですけど、ちょうどですね、斎藤道三のですね、息子であるですね、斎藤義達という人がいるんですが、その義達さんがですね、まあ、斎藤道三とですね、争うことになったきっかけというのがですね、描かれているという話でございますが、これ本当に史実かどうかわからないんですけど、こんなことでですね、後そんな大きな事件につながってしまったのかというね、お話でございました。まあ、これぞまさにバタフライエフェクトっていう感じのね、お話なんですが、これが事実だったらね、私はかなりね、驚く歴史というものはですね、本当にですね、数奇の運命をたどるものだなというふうにね、思ってしまいます。まずですね、信長はですね、まあ、前回のね、動画の時には、語らせていただいていたと思いますが、まあ、主家であるですね、信長の織田家はですね、一応織田家の中ではですね、まあ一応下流、まあ中流、ちょっと中流ぐらいかな、3番手か4番手ぐらいの、まあ、家だったらしいでしょうね、ですよね、織田壇上の中家というのはね。で上にもね、まだね、別の織田家がいたわけです。ですよ。で、まあ、織田家のトップだったのかな、清須織田家というのがありましてですね、その清須織田家をですね、信長がですね、まあ、倒してですね、清須城に入城したところで、終わっておりました。まあ、清須城に入るためのきっかけはですね、しばしというですね、一応ですね、名ばかり守護みたいなね、まあ、名ばかりのね、その終わりを収めてですね、トップの方がいたんですが、その方がですね、殺されてしまったんですよ。そのね、下手人というか殺した人がですね、清須織田家であると。
で、それはね、その柴家のですね、息子さんがちょうどね、狩りかなんかに出て行って留守だった時を狙ってですね、お父さんのですね、頼朝さんだったかな。柴頼朝さんだったか、その方をですね、清須のですね、織田家がね、殺してしまったと。まあ、それによってですね、まあ、実質、まあ、清須織田家がトップに立ったと。いう状況だったんですが、信長はね、それに対してですね、まあ、主家に対するあるまじき行為であるということでですね、それを口実にですね、清須だけを責めると。信長にとってはですね、それはですね、道さんからですね、いろいろですね、手紙等でですね、戦術とかですね、まあ、いろんな策などをですね、教えてもらってたのを試す機会でもあったと。いうところでですね、まあ、道さんと信長はね、一応ね、道さんの娘である機長さんですね、を信長がですね、めとっているので、まあ、斎藤道さんをですね、信長からしたらですね、まあ、一応義理のお父さんに当たるわけなんですよね。で、斎藤道さんはですね、最初は信長のことをアホだと思ってたんですよね。たわけ殿であると。ところがですね、実際会ってみるとですね、まあ、非常にですね、まあ、とあるお寺であった時にですね、たわけ殿であるからですね、とんでもない格好をしているということはね、途中のね、寺でね、信長を見た時にね、分かったので、まあ、清掃なんかしなくてもいいだろう、あんなやつ相手にって思って適当な格好でですね、現場に出るとですね、信長はですね、なんとですね、いつものですね、汚い身なりからですね、一転してですね、素晴らしいね、清掃に着替えてですね、道さんの前に現れたと。で、道さんそこで恥をかかされてですね、まあそれなんだけど、そこだけじゃなくてですね、信長がですね、非常にですね、しっかりしたですね、軍隊をですね、持っていたこととですね、それをですね、訓練した軍隊を持っていたことと、あの鉄砲500丁を用意していたこととかですね、その辺をしっかり見て、さらに人物を見た上で信長のことをですね、すごくですね、道さんだけはですね、気に入ったんですよね。周りの者はですね、まだですね、信長のことをバカにしてるんですよね、配下の者たちは。でもお前たちの息子は、信長のですね、に滅ぼされることになるんじゃないのかっていう話をですね、道さんはしていくと。まあ今そういった過程でですね、斎藤道さんとですね、織田信長のつながりというのはですね、結構深くなっていると。まあそれでもね、道さんはね、まだ信長のことを気にしているから、まあいつかはね、まあ信長もね、裏切ってここ、美濃を攻撃してくるかもしれないと。だからね、患者ですね、まあ、忍者みたいな人を、まあ、放っているのは、まあ、それは忘れずにしていると。うん。まあ、そういった状況の中でですね、まあ、発端はですね、まあ、その当時ね、清須城にね、入った信長はですね、一応ね、まあ、まあ、当主になっているからですね、町にはですね、遊びに行くことはね、もうやめてるんですよね。うつけとしてですね、振る舞うというのをね、やめていたんですが、でもですね、まあ、城の中でとかのね、気候というかですね、変な行動というのはですね、まあ、そんなに改まっていないという状況だったんですよね。で、ある日ですね、まあ、猿ですね、猿こと、木下藤吉郎秀吉さんですね、まだ秀吉とは名乗ってないと思いますが、木下藤吉郎さんがですね、まあ、清須城のあたりにね、もう、信長にですね、兵士に抵当してですね、雇ってくださいということで雇ってもらってるんだけど、まあ、その時にですね、まあ、歩いていたらですね、清須城のですね、上の方にね、信長がね、いたんですよね。で、その上階の方からですね、信長がですね、何を思ったのか分かりませんが、まあ、穴が開いてたらしいんですよ。でそこにですね、一物をですね、出してですね、そこからですね、小便を、ね、出してですね、それがですね、もろにですね、藤吉郎秀吉のですね、顔面にかかったと。で、藤吉郎はですね、怒ったんですね、何者だっつってね、わーってね、こう、その方向を振り返ったらですね、すまん、許せって言ってね、信長がね、現れたんですよね。で、まあ、藤吉郎秀吉はですね、いかに、親方様といえども、まあ、湯張りっていうんだけどね、おしっこのことをね、湯張りをですね、顔にかけられたらですね、黙ってはいられませんぞ、みたいな感じでね、すごい剣幕で怒っていったんですよね、秀吉がね。うん。まあ、藤吉郎がね。で、そしたらですね、まあ、割に合わんから、ね、
草履取りかな。草履取りの仕事をやるから許せ、みたいなことをね、言われて、それでね、トキチは納得するんですよね。で、笑顔をね、出したらね、ついついね、仏頂面の信長もね、笑ってしまったみたいなね、ことが書いてありましたが、東吉郎、その頃のですね、草履取りっていうのはね、出世するチャンスがね、ある仕事だったらしいんで、そこにね、抜擢してもらえたということがね、東吉郎としてはすごく嬉しかったらしいですね。まあ、そのようなエピソードも書いてあったんですが、まあ、そのね、清須町に入ってですね、ある日ですね、信長がですね、悪道としてですね、鳴らしていた頃のですね、仲間がですね、血まみれでやってきたんですよね、信長のところにね。で、信長はですね、それでですね、誰か人を殺してきたんだなってことをね、すぐ察したんですよね。で、誰をやったんだっていう話をしたら、あとですね、やすけだったかな、うん、っていうやつをやったんだっていう話をしてきて、なんで、そいつをやったんだっていう話になったら、時にですね、おかつというですね、非常にですね、美人で名の知れたですね、女性がね、いたらしいんですよ、終わりにね。名古屋のあたりかな、だから、信長がね、昔いたところだから。で、そこに名古屋城のあたりにいたんだろうけど、その婚約者として、安七だったか安家だったか忘れましたが、という人をですね、がいたので、そいつをですね、切ってきたと。なんでそんなことになったのかっていう話になった時にですね、おかつというその女性がですね、自分のことをね、好いてくれてるもんだと思ってたらしいんですが、それだったのに、ですね、その安一だか安家だかっていうやつと婚約をしてしまったということに腹を立ててですね、その安家の、家に押し入ってですね、叩き切ってしまったと。で、おかつ自体はですね、そこに行くまでにですね、おかつにですね、一応ね、迫ってたんですよね。その七兵衛だか七助だか忘れましたけど、そいつがね、迫っていってですね、笑顔を見せてくれたし、私は、わしのことを好きだと思わせておるじゃないか、騙したな、この野郎、みたいなことをね、言っていくんですよね。うん。これ現代でもね、よくある話ですよね。まあ女性はね、その争い事を好まないので、まあ誰に対してもですね、そんなね、悪いことを、自分をね、悪く見せたくないからということでですね、どんな人にもですね、優しくしたりとかですね、笑顔をしたりしてると、まあ勘違いされてですね、告白されちゃうとかね、とかいう話とかもね、あったりするっていうのをね、よく聞きますけど、まあそれに該当するね、事案ですが、まあその当時はですね、まだ家の関係もあるので、ね、家としてですね、その、相手の方、確か格上の家だったんですね。だからですね、無下になおさら扱うことができなかったので、まあ、その七兵衛だからっていう人には、常にね、笑顔と振りまいていたらしいんですよ。おかつっていう人はね。まあ、おかつさんはですね、色が浅黒くてですね、なんかですね、まあ、武家の娘って大体そういう風にですね、描くんですよ。司馬遼太郎さんはね。うん、何だったかな、萌えよ剣の時もですね、東国のですね、関東の武家の娘は色が浅黒くってね、同じ表現がしちゃって、名古屋でもそれかいって感じだったんですが、うん、まあそういった感じのですね、色が浅黒くて性格が勝ち気なね、性格だったらしいんですよ。だからおかつっていうわけでもないんですが、まあ性格はですね、結構強気な性格の人だったんですが、まあそれでもですね、やはりですね、本当はですね、信長とかですね、その七兵衛だったかな、二人がですね、のことがね、大嫌いだったらしいんですよね、おかつさんはね。けど、それはね、やっぱりね、身分が上の者には言えないので、そこはね、黙ってたらしいんですが、その七兵衛っていうのは何度も何度もね、来てですね、まあ、俺のことを、好いておるんじゃろうみたいな話をしてきて、だったらですね、その安七、安家と結婚を、まあ、破談にして、わしと結婚せいみたいな話をね、していくんですけど、まあ、それをね、なんとかですね、まあ、断ったんですよね。なんか、すいておるんです。安家さんのことを、みたいな感じで言って、そしたらね、だんだんね、その、七兵衛だったかな。そいつがですね、その、おかつさんのところにね、入り浸ってですね、その、なんていうの？交渉していることがですね、だんだん周りにも漏れてきてですね、周りのね、仲間たちがですね、その七兵衛にしよう。確か七兵衛だったと思うけど、七上門か七兵衛か忘れたけど、
七左衛門だったかもしれない。七っていう数字があったのを覚えてる。まあ、そいつのことをですね、周りが馬鹿にし始めるんですよね。で、武士にとってはですね、周りに笑われるということがですね、非常にですね、不名誉なことらしいんですよね。まあ、そうなったらですね、自分で腹を切るか、相手方を殺しに行くか、それか自分で蓄電といって消えていくかみたいな、そんな感じの選択肢しかないみたいな感じで、だったらですね、相手をね、殺しに行っちゃおうということで、その屋敷だか屋敷だかをね、殺しちゃうんですね。で、信長はですね、そういうですね、不届きなことをした人間はですね、本当だったらですね、何かしらの処罰をしなきゃいけない立場なんだけど、まあ、情がね、あったの、移ったのか、ずっとね、子供の頃からね、一緒に、悪いことしてきてですね、まあ、一緒に、まあ、なんていうの、過ごしてきた仲間だったからこそ、ね、なんていうかね、助けてしまうんですね、信長がね。で、そういうのをね、見てですね、秀吉はですね、案外その、この殿様に、なんていうの、従うにはこの方法でいけばいいのか、みたいなことをね、秀吉が気づいたみたいな感じでね、まあ、要はですね、一番深い仲になっておけばですね、まあいろいろね、結構情で動いてくるところもあるんだなっていうところをね、見たらしくて、で、斎藤道三にですね、その七兵衛の身柄をですね、まあ渡してですね、そこでかくまってほしいと、で、なんなら士官って言ってね、仕事も与えてやってくれという感じでですね、道三にですね、送っちゃうんですよね。で、まあ、殺されることもなくですね、まあ、国を追い出されることもなくですね、まあ、新しい、国に信長の口添えで行って、生活を始めるということになったんですよ。で、それに我慢できなかったのが、おかつさんでですね、おかつさんはですね、黙ってですね、尾張の国を抜けてですね、美濃に入っていくんですよ。で、まあ、もちろんですね、斎藤道三にね、そのことを訴えてもですね、こいつはですね、私の許嫁を殺したんです、なんとかしてですね、こいつを懲らしめてってくださいってですね、その七兵衛をね、懲らしめてくださいっていう道三に言ったとしても、道三と信長がつながってるから、絶対にね、七兵衛始末することはないと踏んだので、ここでですね、なんとですね、一応ね、美濃の国主になっているのはですね、道三の息子なんですよね、義達というんですが、まあ、その人をね、国主と立ててですね、前のね、守護職、国主であったですね、時頼義さんを追い出していたんですよ。で、その、代わりに入った義達さんが一応ね、まあ、トップになってるんで、まあ、その義達さんにですね、訴えかけに行ったんですよね。で、その時にですね、義達さんはですね、それをですね、結構ですね、真摯に受け止めてしまうんですよね。で、斎藤道三にですね、その七兵衛というのをね、こっちによこしてくれということをね、まあ、言うようになるんですが、まあ、道三は当然ね、断るわけなんですよ。まあ、そういうやり取りをね、しだすんですが、ですね、まあ、斎藤義達さんはですね、もともとね、斎藤道三とね、仲が悪いんですよ。というのもですね、義達さんはですね、斎藤道三の本当の子供ではないんですよね。お母さんはですね、三好のさんというね、道三のですね、側室の、ですね、性質はですね、明智方の血を引いた帯の方というのが性質なんですが、そのですね、側室の子であるですね、まあ、義達さん、まあ、一応子供としてはですね、認定されているので、国主としてね、立つことはできたんですが、もう顔も全く似てないし、体も全然似てないんですよ。時頼義さんもね、結構ですね、まあ、巨漢だったという話だったんですが、ですね、その時頼義のですね、血を引いているその義達さんはね、もっと巨漢でですね、非常にですね、体が大きいということでですね、まあ、目がね、ちょっと眠たそうな目をしているという感じでですね、まあ、ちょっとね、愚鈍だというふうにですね、周りでは思われていたんですが、結構ですね、賢かったらしいんですよ。でかつですね、武芸が好きでですね、でも武芸は好きなんだけど、その頃ですね、剣術というのはね、まだですね、そんなにね、認知度が高くなかったらしいんだけど、まあ、剣術の武芸大会をですね、奉納祭で開いてみたいみたいなことをしてですね、あんまりその、メジャーじゃない、剣術とかにも、ちょっとですね、手を出したりとかしてたらしいんですが、まあ、武芸が好きだったと。で、まあ、その、ね、
感じだったんだけど、道さんはですね、その自分のね、息子として育ててきていた吉達さんがですね、顔がね、15、6歳ぐらいの時にですね、あんまり自分に似てないなってことにも気づいて、で、一応ですね、自分の息子じゃないということにですね、うすうす気づいてはいたんですが、だんだんそれが確証に変わってきたと。でですね、その頃からですね、自分の本当にね、もう2人ですね、息子がね、知ってですよね。騎兵だったかな、騎士兵だったかな、騎士兵とね、なんたらって2人の息子がいて、その2人もね、まあ、もう成人してるらしいんですが、その2人の方を可愛がるようになっちゃったんですよね、動作はね。で、明らかにその吉田さんのことは邪険に扱うようになったと。まあ、こういった流れがあってですね、自然にですね、動作のことを嫌いになっていたんですよね、吉田さんもね。けど、まあ、政治的にはね、道さんがね、吉田さんのことを利用して、自分がね、裏で実権を取りつつ、美濃を、まあ、収めていくと。まあ、吉田がトップに上がらないとですね、まとまらないというのはね、吉田以外の人間をですね、みんなですね、吉田が時頼吉、全守護の子供であるということを知ってたので、それを人をですね、トップに立てればですね、矢面が立たないということで、道さんはそのようにしたんですね。道さんがトップに立ったらですね、京都から来たね、油屋の、人間がトップに立つということで、美濃衆というですね、美濃の侍が黙っていないということなので、まあ、道さんとしては、しっかり、なんて言うんだろう、うまくできた策だと思ってですね、トップに据えたんですが、これがね、後々ね、あだをなしていくんですよね。で、時頼義さんのその息子であるですね、斎藤義達さんですね。義達さん自身は出世の秘密を知らなかったんですが、そのですね、七兵衛さんのですね、受け渡しの話の時にですね、偶然ですね、その家老のね、誰かと話をしている時にですね、このような話がありますみたいな感じで、聞いてしまうんですよね。でもし自分が斎藤義達、斎藤道さんの本当の息子じゃなくて、前守護、時頼義の子供であるならば、斎藤道さんをですね、撃つ覚悟があるみたいな話になってきてですね、それはですね、でも本当のことは私の口からは言えませんみたいな話になったから、本当のね、お母様である三好の殿をね、お尋ねなさいということで、まあ、三好のがいるですね、お寺に行くんですよね。でその時にですね、なぜかね、斎藤義達さんはですね、三好のさんにですね、女を感じてしまうというね、なんかね、そういう表現がね、ところどころ入ってくるんですよね。まあ、それだけね、三好のさんはまだ綺麗なお方だったんですよね。で、お母方だったかな、なんかね、ちゃんとした呼び方じゃない呼び方でちょっと呼んでて、で、道さんにね、人生を狂わされたと。吉田とそのままね、時頼義さんのところにいれば、もしかしたらね、もっと豪華な暮らしができたかもしれないのに、斎藤道さんのところに行ったら、まあ、ずっとね、側室のままであったと。非常にね、それでいて、今は本当に家から出されて、甘さになってたんですよね。で、甘さになってお寺に入り出されて、こんなね、惨めな人生を送らされることになったのは、すべてあの男、道さんが悪いんですみたいな感じでね。もうお父さんって呼んでないんだよね、その時は、ね。道さんってもうすでに呼んでるんですよね。で、本当のことを教えてくだされ、私は、前守護時頼義殿の息子であるか、みたいな話を聞くんだけど、うんともすんとも言わないんですよね。ただただ泣くだけって感じで。でもそれがですね、無言のね、合図に感じられてですね、もうそう、自分はね、斎藤道さんの子供ではないと。だから斎藤道さんを撃つ理由ができたと。まあ、もともと嫌いですしね、道さんのこと。だからね、なんとかしてね、斎藤道さんとね、戦に持ち込むね、計画をね、立て始めるんですよね、吉達はね。で、道さんはですね、まあ、こうなったらですね、その着なんであるということをですね、まあ、放棄させるというね、手があるんですよ。そうすればですね、自分のね、下の二人の息子をですね、本当の自分の息子をですね、上に上げてですね、トップに、据えることができると。それをね、道さんはちょっとやろうかと思ってたんです。ね、その二人の息子がね、ある日ですね、斎藤義達がですね、重い病気にかかっているという知らせがですね、城に
来たんですね。義経がいたのはですね、稲葉山城ですね。道さんはですね、別の城にね、詐欺城という城だったかな、にね、京を移しておりまして、そっちにですね、知らせが来たんですよ。で、見舞いに来てくださいという話だったんですけど、ですね、道さんはね、見舞いにはね、まあ、行かなかったんですよ。なんか理由があってね。でも下のね、弟二人はね、簡単にね、見舞いに行ってしまったんですよ。兄の言葉を、最後の言葉を聞いてくれみたいな話になって、行っちゃってですね。で、その時にですね、結構10秒のね、ぶりを装ってですね、義経がね、ちょっと一日泊まってってくれみたいな話をしてですね。で、その一日泊まって行った時にですね、まあ当然のごとくですね、下の部下にですね、暗殺するように命じてですね、本当に気持ちにお変わりはございませんかみたいなことをですね、病床にふけてるふりをしているですね、義経にですね、部下が聞きに来るんですが、もうやれという話で、殺してしまうわけなんですね。自分の弟二人をですね、まあ、血がつながっていないとはいえ、生活を共にしてきた弟をですね、無残にも殺してしまったと。で、それをですね、知ってしまってですね、道さんはですね、鷹狩りの時にですね、報告しに来るんですよね、部下がね。本当にですね、急いでいたのか、わかりません。急いでいたので、馬にですね、鞍もつけずにですね、馬をですね、叩いていたんですね、鞭もね、なんか漆のね、葉っぱかなんかを使ってですね、やっててですね、で、それじゃあかぶれてしまうぞ、みたいな話でね、言われてしまったんですけどね、後にね。で、それをね、報告してですね、道さんはですね、まあ、ちょっと作戦を考えるみたいな感じでね、なったとこで終わっておりましたね。で、もちろんですね、それでその途中なんだけど、まあそこのですね、息子2人をね、殺すっていうね、案件に至る前にですね、まあ弟2人を殺すという案件に至る前に、そのおかつさんのね、仇討ちをしてあげようということになりましてですね、その七兵衛ですね、七兵衛をですね、なんとかしてですね、まあ、動作の手元から引き離さなきゃいけないということでですね、尾張からですね、同じようにですね、こっちの美濃の方に下ってきていたですね、武将がいたんですよね。その武将に命じてですね、まあ、主君の命なら仕方がないと。ということでですね、そのですね、七兵衛のところに行ってですね、七兵衛とですね、まずですね、宴会をするんですよね。で、七兵衛にもてなしを受けたから、まあ、今度はですね、私の家に来てくださいということでですね、七兵衛をですね、なんとかですね、自分の家に、呼んだと。で、そこでも主演をするんですが、最終的にですね、上位なりっつってですね、その、人の部下が来てですね、その七兵衛を捕らえるんですよね。で、おかつさんとですね、に仇討ちをさせてやるということだったので、その捕らえた七兵衛をですね、どっかに引きずり出してですね、おかつさんとね、戦いをね、させるわけなんですよ。でも、一対一の戦いじゃなくてですね、その、義経の部下のですね、元尾張出身者のですね、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そいつの部下がですね、槍かなんかで追い回してですね、で、それでですね、なぎなたを持ったですね、おかつさんが振ったなぎなたが、首に当たってですね、そこから血が出てですね、それがまあ、きっかけの となって、まあ、絶命したみたいな感じで書いてあって、で、おかつさんはですね、まあ、仇を取ったと。かつ、その、仇討ちっていうのをさせたっていうのは結構名誉なことらしくて、その仇討ちを手伝った武士も名誉を得たと。これがですね、信長の耳に伝わってしまったんですよね。道さんとね。で、それで義経との関係がさらに悪くなって、で、義経はそれで、さらに、そのね、道さんを討ちに行くということを決めていったというような流れだったかな。だから信長の方はですね、まだその美濃には入ってないんですよね。なんとかそのですね、七兵衛を討ったですね、おかつを引き出したという話をですね、持ちかけているところで終わっております。うん。だからまあ、女性にもね、信長はちょっと容赦しないというね、一面がね、見られますよね。はい、ということでですね、国取物語第3話についてはですね、30% ぐらい読んだところがこのようなお話でございました。ですね、他にもですね、昨日ね、まあ読んだ本があったんだけど、まあちょっとそれはですね、あんまり、喋ってもどうかなという内容だったので、そこはちょっとね、置いとこうかな。うん。あとね、今日見た記事なんだけど、あのね、プラスチック、マイクロプラスチックの話がですね、また取り上げられておりましてですね、結構ですね、まあコーラとかですね、まあコーラかな、コーラが一応例に上がってたんだけど、まあ、ペットボトルのね、コーラの底をすくうとですね、マイクロプラスチックが検出されたとかね、うん、
なんかそんなようなことがあって、あとですね、マイクロプラスチックを溜めやすいね、生物がいるらしくてですね、エビの内臓とかに結構溜まってるらしいんですよね。あと、牡蠣の内臓だったかな。だから結構ね、養殖のものとかもね、注意した方がいいみたいな。養殖の場合はですね、なんかね、なんだろう、プラスチックかなんかをね、食べさせて、ね、浮いてくるかなんかだったかな、忘れたけど、ね、なんかね、そういうことをやってですね、効率を高めているという地域もあったらしくてですね、養殖でね。うん。だからそういうことをしている地域もあるから、まあ、あの産地には気をつけてくださいみたいなことをね、アメリカの科学者かなんかの記事を、セリフを翻訳したような感じで書いてある記事に載ってましたね。うん。まあ、なかなかね、まあ、ほとんどですね、その、まあ、いろんなところにですね、海にですね、まあ、垂れ流しになっているという状況ですので、そこでですね、やっぱりですね、知らず知らずに汚染されているというような状況があるらしいので、まあ、気をつけていった方がいいんじゃないかなという話でございました。ということで今回はですね、ポッドキャストにさせていただきます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。